最初はまずは結果負けてしまってすごく悔しいんですけど、まあ、隔離明けてすぐに試合呼んでもらえたのはすごく嬉しかったですし、まあ、試合にもデビューできて、まあ、阿部でしたけどデビューできてすごく嬉しくて、まあ、でもその中でもなかなか個人としては納得のいく内容にはなれなかったので次の試合は出れれば。

日本のセクティックプレーヤーは、しゅんすけさんは今,、ね、今も日本でプレーしてますし、まあ、レジェンド的な存在ですけどうん、まあ、僕は僕なりに自分のプレーをして自分の価値を上げれればなと思いますししゅんすさんからも、まあ、連絡を取る機会をいただいて、まあ、自分らしくやってくれたらいいからって言ってもらえたので。

僕は初めてですし逆にチャンスだと思っているので、まあ、試合に出れれば自分もプレーをしてチームを勝たせればなとやっぱり優勝を目指してやりたいなと思います。そして、すね。まあてのことは話したくないんですけどでも、やっぱり、さっきスタジアムに入らせていただいてすごく。

まあやっぱり優勝を目指して頑張りたいですし、個人としては10点、15点、得点を決めていきたいなと思います。